はい、どうも三浦です。いつもね健康 TV ご覧いただきましてありがとうございます。今日なんですけど、今日はパーソナルジム出店するのにお金いくらかかるんですかっていうのをお話ししていきたいなと思います。まあ、小宮山経営体験談スピンオフバージョンみたいな感じですかね。で、まあ、これまた実際のネクスタのお店を例に挙げながらお話ししていきたいなと思います。今日ここ撮ってるのが錦糸町店なんですけど、まあ、その錦糸町店を例に挙げながらお話ししていきたいなと思います。まあ、まず大きな項目いくつかあるんですけど、まあ、物件借りるお金で、内装を作るお金で、器具買うお金、施設の備品のお金、広告宣伝費と、あとはまあ運転資金、だいたいこの大きく6つかなと思ってます。で、まず1つずつね、ちょっと細かくお話ししていきたいなと思います。じゃあまずは物件を借りるお金です。だいたい家借りるときと同じです。全然思んないような話ですけど、だいたいその礼金、仲介手数料、まあ、家賃とかの保証金の部分で、家借りるときと大きく違うのは敷金ですかね。まあ、敷金って言ったりもしますし、なんか保証金って言ったりもすると思うんですけど、まあ、事務所物件とか店舗物件とか借りるときってだいたい6ヶ月から12ヶ月ぐらいそこがかかってくるケースが多いので、そこが結構高くなります。まあ、物件探すときに保証金、敷金いくらなのかなっていうのは結構大事なポイントで、錦糸町で言うと粘りに粘った末、まあ、僕ら借りるときにいろいろあったんで融通してもらえた部分もあったんですけど、僕らは4ヶ月でした、錦糸町は。で、代々木に関して2ヶ月は奇跡でしたね。代々木に関して2ヶ月で、六本木は6ヶ月だったで、まあ、錦糸町で言うと4ヶ月ですね。で、4ヶ月で前家賃とか不動産への仲介手数料とかももろもろ含めて200万弱ぐらいです。190万ぐらいだったかなと記憶しております。で、錦糸町店の広さなんですけど、大体15坪46平米から7平米ぐらいですかになっております。でもそれちょっと広さ感全然わからんわっていう人のためにですね、ちょっと動画画面変えてお見せしていきたいなと思うんですけど、まあ、大体こんな感じですね。動画で公開するの初めてだと思うんですけど、結構縦長な施設で、入り口こっちから入ってですね、結構縦長な感じです。で、まずここにマルチにトレーニングができる、ラットとかローイング胸の種目であったり、いろいろできますね。そういうマルチ器具と、あとはスミスとハーフラックが一緒になってる機械ですね。で、ダンベルとかもろもろウォーターバッグとかありつつで、カイザーですね、パフォーメーターさんからも購入したカイザーがあって、ネクスターになります。まあ、こんな感じの広さ感です。まあ、あと更衣室が、更衣室また後で内装のところでちょっと見せていきたいなと思います。まあ、この広さ感で大体トレーニングを僕らはまあマックス2人2組お客さんをやるっていうような形にしてます。まあ、プライベートじゃないのっていうのは、まあ、以前にね、独立で失敗しないための3つのポイントみたいな動画で喋ってたんですけど、まあ、1人しか使えないと、まあ、いろいろそのアッパーもすぐ来ちゃうし、またその社員の管理っていう面でトレーナー1人でやっちゃうと、まあ、良くない部分も出てくるかなと思って、まあ、そういう意味でトレーナーが2人は行ってセッションできる形を僕は作りたかったんで、そこのぐらいの大体まあ最低でも45平米以上っていうので、まあ、物件をいつも探しています。で、じゃあ2つ目、内装ですね。内装なんですけど、これ目安の前にスケルトンなのか事務所物件なのかっていうのはめちゃくちゃ大事かなと思います。で、スケルトンで言うと何もないですから、電気つける、エアコンつける、床上げる、配管通すとか、いろいろあるので、だいたい1坪あたりで60万ぐらいなんですかね、目安としては。だから、まあ、15坪だったらそれかける60なんで900万、めっちゃ高いですよね。六本木店はスケルトンから作っちゃったんですよ。まあ、僕も合わず何も知らなかったんで、おめっちゃいいやん、この物件っつって借りて、内装費500万ぐらいでお願いしたいんですけど、設計士と内装屋さんに、まあ、鼻で笑われるっていうか、いや、あれはマジで恥ずかしかったですね。何も知らなかったんで。で、まあ、それで、目ん玉飛び入れるような見積もりが出て、まあ、そこからスケルトンから作るのは2店舗目、3店舗目みたいな時、ちょっと今の俺らじゃきついなっていうので。事務所内装の物件を借りるように、まあ、2店舗目3店舗目はしました。事務所内装だったら、まあ、当然電気ついてますし、エアコンもついてますし、トイレとかもね、
もともとありますので、やっぱ内装費グッと抑えられます。なので、まあ、錦糸町店で言ったら、まあ、床はあのなんか木みたいな感じですけど、こう実際はシートですね、シートを貼っています。壁紙に、まあ、お店のロゴ貼ってもらって、こういう感じで、ここは更衣室と洗面台ですね、更衣室その1って感じで、まあ、その2が、こっちがシャワー室っていう感じになっています。まあ、ここの内装を、まあ、作ってもらったっていうのが、まあ、唯一と言っていいぐらいですかね。本当にあのここの部分ですの内装っていうのに一番お金がかかっていて、でまあそれで280万ぐらいでしたかね、うちは。本当包み隠さずって感じです。なので内装費で280万ぐらいうちはかかりましたという感じです。でまあここが一番なんか見えないんじゃないですかね、自分でジム作るってなった時に。器具なんて別に見積もりもらえばいくらかって言えますし、物件もまあ大体家賃分かれば計算できるし、ただ内装に関してはやったことないと、もう僕もお店作るときに内装費ってマジでイメージわかんないみたいな感じだったんです。泳ぎに関してはもうちょっと下げれました。なんかこれいらんなとかあれいらんなとかいろいろこう、錦糸町でももっと勉強できたんで、さらに落とすことができたんですけど。じゃあ器具に関しては、まあ本当何入れるかだと思うんで、錦糸町店で言うと400万弱、380万とかそういうものだと思います。まあ器具はさっき説明した通りですね。ね、僕らは、まあ、2組トレーニングすることをイメージしてたんで、ラックが1つがどうかなとかいろいろ考えたんですけど、まあ、このだけ器具がありつつ、まあ、フリーで、まあ、ダンベルだけでできるような場所もあるんで、まあ、これで2組できるかな。まあプライベートだったらもうパワーラックが1個あれば全然いいかなと思いますし、まあ、多分50万100万ぐらいできるんですかねと思います。4つ目が備品ですか。備品は、まあ、例えばあのうちでいうとカウンター、あの入り口のカウンターであったり、カウンセリングのテーブルであったりとか、お会計の iPad とかキャッシュドローは、またあの写真も撮ったりするんで、まあ、デジカメだったりとか、あと冷蔵庫とかドライヤーとか空気清浄機とか、まあ、なんかそういう系の備品が、まあ、大体50万から80万ぐらいかかる、なんかね、なんやかんやかかるんですよ。物販品置く棚とかそういうのちょっと細々した買い物が積もりに積もって、まあ50万ぐらいはいくかなっていう感じがします。広告宣伝費は例えばホームページですよね。あのうちに関してはもともとホームページがあったんでそこは作ってないんですけど、簡単なサイトだったらまあ無料で作れなくもないですけど、まあその今後の展開を考えるのであれば、まあ、ちゃんとしたサイト作った方がいいと思うので、でそうなってくるとまあ100万前後かかってきちゃうかもしれないですね。まあ、今はそのスマホ対応、うちのサイトのスマホサイトと同じクソなんで、ちょっと変えなきゃいけないんですけど、まあ、そういうスマホでジム検索するのは多分ほとんどだと思いますから、まあ、そのスマホの見やすさとかっていうのはとても大事。PC サイト、スマホサイトがまあレスポンシブになっているとかっていうふうにすると、まあ100万以上、ね、仲良しのトレーナーさんの話だったら170、80万かけてるみたいなところもありますし、まあそれぐらいかかってくるのかなと思います。まあ、あとはあのどういう広告使うかにもよるんですけど、まあ、リスティング広告かけるとか、まあ、ディスプレイのリターゲティング広告かけますとか、まあ、アフィリエイトサイトお願いしますとか、まあ、チラシ巻きますとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、それで錦糸町で言うとチラシやりました。で、リスティング広告やりました。で、まあ、マーケティング会社に協力してもらって、アフィリエイト形式の、成果報酬型の広告をやりました。まあ、それ、もろもろ足して、70万ぐらいですかね。チラシに20万ぐらいかかって、で、リスティング広告は、月15万円を、とりあえず半年って考えてたんで、60万。あれ、これでも80万いっちゃいましたね。で、まあ、成果報酬型、成果が出てって形なんですけど、一応その紹介ページを作ってもらうっていうのもあったので、まあ、20万ぐらいかかった、100万ぐらいですね、はい、100万ぐらいかかったかなと思います。で、最後運転資金は、まあ、一応事業計画にのっとって150万ぐらい運転資金として取っておいたという形になります。と振り返ってみると、まあ、物件取得費に、まあ、大体190万ぐらい、内装費に280万ぐらい、器具買うのに380万ぐらい、備品代に70万ぐらい、広告宣伝費に100万円で、運転資金に150万で、トータルで、まあ、大体1200万ぐらいかかりましたねっていうことですね。
いかがでしたでしょうか。まあ、結構かかるんですよね、意外と、まあ、僕らの場合は。ただまあこれがあのマンションの一室とかになったら内装が多分逆にほぼいじれないと思うんですよね。でもお風呂とかもついてると思いますし、だからまあ強いてるのは鏡とかですかね、鏡とかまあ壁にこういうロゴを入れるみたいな、多分そんぐらいの内装だと思うんで、まあ50万あれば十分いけると思いますし、で器具もさっきも言ったように、まあ、スミスマシンとハーフラックに、まあ、ラットプルダウンのマシンとかついてるような、まあ、こうオールインワンっていうんですかね、の器具とかも最近増えてますから、まあ、それ1個入れて、あとは小物系を揃えるとかって考えたら100万からかけて150万とかで、できると思います、ね。でまあ、広告宣伝費ももうサイト持ってますよとか、まあ、サイトなくても口コミでとりあえずお客さん持ってるんでとかであれば、運転資金もいらないし広告宣伝費もまあいらないじゃないですか。今なんてもうインスタでね集客できちゃってる人多いですし、ハイライトのところに料金体系とかも載せてそれ見てくださいみたいな方もいらっしゃいますもんね。まあ、そうなったら500万ぐらいあればできちゃうのかなっていうのもあります。なので独立で失敗しない3つのポイントでお話しさせてもらいましたけど、その自分がどうなりたいのかとかどうしていきたいのかっていうのに合わせてどのぐらいの広さの物件を借りた方がいいのか、もちろんね、お金がいくらでもあるんやったら僕らだって100坪とか200坪とかの物件借りて20メートルダッシュができるとか、ね、ピッチングができるみたいな、まあ、そういうスペースがあるようなジム作りたいなと思いますけど、まあ、そこは現実そうは甘くないし、そんな物件なかなか、そもそもお金があったとしても物件そもそも出てこないし、そういうコネがないとそういう物件に手が届かないかったりもしますし、まあ、自分の目標ビジョンとその身の丈っていうのをうまく考えながら物件選びしていただいて自分の理想のお店を、ね、作ってもらえたらいいなと思います。まあ、この動画がね参考になったという方はぜひいいねを押していただいてコメント欄の方にねコメントいただけると嬉しいなと思いますので、またねそういうちょっとこう、まあ、事務経営系の動画とかも今後上げていきたいなと思ってますので、そちらもぜひ見ていただけたらいいかなと思います。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。